おしゃれな住まいになると人気のオープン階段ですが、付け方を一工夫するとそのデザインの良さが何倍にもなるのはご存知でしょうか。しかし家作りが初めての方にとって、どんなことに気をつければおしゃれなオープン階段にできるのかはなかなか分かりにくいと思います。そこで今回はオープン階段のあるおしゃれな間取りを5つご紹介し、さらにどんなポイントに気をつければよりスタイリッシュになるのかを解説します。このチャンネルはヤマダホールディングスグループのハウスメーカーヤマダホームズが注文住宅を検討している方に役立つ情報を発信しております。設立70年で築いた実績と年間2000棟建てているノウハウで、初心者にも分かりやすく失敗しないための理想の住まい作りを解説します。オープン階段とは、主に傾斜に沿った骨組みと手すり、踏み板で作られた階段のことで、スケルトン階段やストリップ階段とも呼ばれます。両側に壁がなく、さらに踏み板と踏み板の間を塞ぐケコミ板もないため、まさにオープンな状態の階段です。シンプルでありながら見た目がスタイリッシュなので、その空間がおしゃれになるととても人気があります。また、向こう側が見える作りのため、視線が抜けて部屋を広く感じやすいというメリットも持っているんですよ。では早速、オープン階段のあるおしゃれな間取りを5つご紹介します。こちらは中庭に面して配置されたオープン階段です。土間から家の中に上がり、中庭を横目に見ながら渡り廊下を進むとオープン階段が見えてきます。向こう側に中庭の緑が見え、まさにオープン階段といった面持ちですね。木々と階段の踏み板やフローリングの木目がナチュラルな雰囲気を感じさせ、落ち着きと癒しをもたらしています。階段の桁は黒を採用し、柱や窓枠の色と統一され、階段だけが浮かないようにしているのはぜひ真似したいポイントです。また階段の上部は吹き抜けになっているため、さらに開放感がアップしています。こちらもオープン階段と合わせてぜひ取り入れたいおすすめの間取りです。こちらは1階に親世帯、2階に子世帯のリビングがある2世帯住宅のオープン階段です。玄関からホールを抜けてリビングに向かうと、オープン階段なので向こう側がすぐに見え、帰ってきた人とリビングにいる人が互いに声をかけやすくなっています。さらに階段を上り下りするときは、親世帯のリビングに一歩入る動線なので、世帯間のコミュニケーションが取りやすい間取りと言えるでしょう。しかもオープンキッチンの前にオープン階段があるので、料理をしている人と2階に上がる人の会話も自然と生まれそうですね。階段の上は吹き抜けで、そこを囲う腰壁も透明なため、階段を上がったところにある2階リビングでくつろぐ子世帯をとても身近に感じそうです。オープン階段が1階と2階の世帯をつないでいる2世帯住宅をお考えの方に、ぜひ参考にしていただきたい間取りになっています。こちらはオープン階段の上下にファミリーコーナーを作った事例です。フラットな踊り場の上下を有効活用したユニークですが実用的なアイデアですね。下のファミリーコーナーは隣にある玄関や車庫から土間続きになっていて、靴を履いたまま利用できます。アウトドア用品のお手入れをしたり、お子さんと庭で見つけた昆虫や草花を図鑑で調べたりと、フローリングの上とはちょっと違った使い方ができそうです。デザイン面では床と階段の踏み板、ファミリーコーナーのカウンターの色を同系色にし、さらに階段の桁の色とカウンターに置いた椅子の色を合わせて統一感を出しています。色を合わせるのは調和の取れた内装にする基本テクニックなので、オープン階段だけが目立ってしまわないようにしたい方はぜひ参考にしてください。こちらはオープン階段の下に和のテイストの壺庭を作り、階段の隙間からその風情を味わえる事例です。階段を上りながら壺庭を見ていると、まるで宙を歩いているような気分になります。壺庭を囲うように地窓を作り、暗くなりがちな階段周りを明るくすることで、壺庭はもちろんオープン階段もさらに引き立っています。またこちらのオープン階段は桁が木製になっているので、程よく和の雰囲気を感じますね。オープン階段というとスチール製のモダンなデザインを思い浮かべ、和の雰囲気には合わないのではと思う方がいるかもしれません。しかしこうした木の素材なら、和のテイストを取り入れた住まいにもきっとマッチするはずです。こちらは玄関ホールから見えるオープン階段の事例です。玄関の間を通って角を曲がると、和のテイストのおしゃれな玄関ホールとその奥のオープン階段が訪れた人を出迎えます。玄関の上がりがまちやシューズボックス、手前のベンチ、そして右手の古民家風の建具など、
趣向を凝らした玄関ホールと黒い桁や踏み板のオープン階段がとてもよくマッチしていますね。またオープン階段の踏み板の間から奥が見通せるようにして開放感を損なわないようになっているのも隠れた工夫です。この後詳しくお伝えしますが、オープン階段はどこから見るかを考えて配置するとそのデザインが活かせます。階段だけでなく空間全体でデザインするとよりおしゃれになることがよくわかる事例になっています。こうした魅力の多いオープン階段をよりおしゃれにするためのポイントを3つお伝えします。オープン階段をおしゃれにするポイントの1つ目はどこから見るかを意識することです。オープン階段は比較的いろいろなところから見える場所に配置することが多く、特に一つに視点を決める必要はないように思います。しかしさらにスタイリッシュにするなら、玄関やリビングの入り口などよく見る位置を決めて、そこからどう見えるかで階段をデザインしてみましょう。例えば事例でもご紹介したように、玄関から見ることが多いなら手前にある内装やインテリアなどと上手にコーディネートすると、その空間全体が調和しておしゃれに見えます。あるいは見る位置から階段の桁がよく見えるなら、デザインや色が個性的な桁を選ぶとより見栄えがするでしょう。どこから見るか意識すると階段だけでなくその周りにつける壁紙や照明もよりおしゃれに見えるようにデザインできるんですよ。見る場所を決めればそこから目に映るオープン階段は一段とスタイリッシュな姿になるはずです。オープン階段をおしゃれにするポイントの2つ目は向こう側に何が見えるかを考えることです。オープン階段は手すりや踏み板の間隔が空いているため、その向こう側の景色がよく見えるようになります。そこで階段越しに見える景色も意識して階段をデザインすると、背景も一体になったおしゃれな空間を作ることができます。実例でご紹介したように、オープン階段の向こう側に中庭の木々が見えるなら、階段に木の素材を使うととてもよく馴染んで見えます。また奥に見える部屋が白黒のモノトーンの内装なら、階段もモノトーンで揃えると統一感が出るでしょう。さらに一つ目のポイントでお伝えしたどこから見るかも意識するとさらにデザイン性がアップするはずです。オープン階段はその背景も考慮しながらデザインしてよりおしゃれに仕上げるようにしましょう。オープン階段をおしゃれにするポイントの3つ目は色や素材にこだわってみることです。オープン階段は現在とても人気があるため、以前よりデザインのバリエーションが増えています。そのためもし個性的にするなら、一部分だけでも色や素材を変えてみてはいかがでしょうか。階段の踏み板は木目のものをよく見かけますが、あえてスチール製にするとよりモダンなテイストが増します。あるいはオーダーで色を塗装できる踏み板もあるので、お好みの色にしても良いかもしれませんね。またご紹介したように桁をスチールではなく木製にすると、和のデザインや木の素材をふんだんに使ったナチュラルデザインの住まいにも合います。スタンダードなデザインのオープン階段も良いですが、他とは少し違ったおしゃれさにするなら、色や素材にこだわってみてはいかがでしょうか。最後にオープン階段だと少し気になるという声をよく耳にする安全性についてお伝えします。オープン階段は手すりの支柱の間が空いていて、さらに階段のつま先が当たる部分も抜けています。そのため下がよく見えることになり、不安に感じる方もいらっしゃいます。そこで安全対策として手すりの支柱のところにパネルを取り付ける方法があります。透明のものや曇りガラスのようなデザインのものがあり、オープン階段の開放感をできるだけ損なわずに安全性を確保できます。またお子さんがいるお宅で踏み板の隙間から落ちそうで心配という方には、階段の下につけるネットを検討してみてはいかがでしょうか。あるいは階段の上り口や下り口にお子さんだけでは簡単に開けられないゲートをつける方法もあります。近頃はオープン階段をつけるお宅もかなり増え、そうした安全対策をヤマダホームズでもご提案しています。気になる方はぜひお気軽に展示場のスタッフにご相談ください。今回はオープン階段がある間取りの5つの事例と、よりおしゃれにするための1. どこから見るかを意識する、 2. 向こう側に何が見えるか、 3. 色や素材にこだわってみるという3つのポイントと、気になる安全対策についてお伝えしました。オープン階段は単に2階に上がるだけでなく、住まいをスタイリッシュにしてくれる設備として人気が高まっています。せっかくつけるなら、今回ご紹介したことを参考にしていただき、よりおしゃれなオープン階段を実現させてください。最後までご覧いただきありがとうございます。
全国にあるヤマダホームズの展示場の中にはオープン階段を設置しているところもあり、実際にご覧いただくこともできます。また様々なオープン階段の事例の写真や実際に取り入れるとどのような間取りになるかなどをご覧いただけるように準備しておりますので、概要欄のリンクから近くの展示場を探していただき、ぜひ足をお運びください。